初心者からのウクレレ成長チャレンジ日記、ウクレレチャンネル、後藤彩子です。今週はオーソーレミオの G コードとモアナ伝説の海を、練習した1週間でした。ね、やっぱりソロ弾き本当にね、指の運指が難しいですよね。ついついそこだけゆっくりに、ね、なっちゃって、コード弾きのところだけね早くなっちゃいますけれども、ちょっとねそんなことも気をつけながら、練習をちょっとね頑張りたいと思います。それでは、そんな今週1週間のビログになります。どうぞ。これはね作ってこの後の楽譜情報のところに載せたいなと思うんですけれども、一旦はまずは F キーの F でねやってみようかなと思っている曲です。それはね先週も話してたんですけど、やっぱりこの、心のことをね歌ってるものが F ってすごい素敵だなと思うことと、あといつも G でねやってたので G ばっかりっていうのもねちょっと何ですか、新しいコードもねポジション弾いて やれるように、ね、なっていきたいなと思っているので、この曲は F でやれたらいいなって、ね、思ってるんですね。でもまあとりあえずはまあ仮ということで、まあ、G にはねいつでもすればいいかなって思ったりもするので、まあ、とりあえずは F で、載せておこうと思います。でまた弾き慣れてきた時にひょっとしたらねこっちの方が押さえやすいとか動きやすいなとかいろんなことも変わっていくかもしれませんけど、またねだんだんとこうおいおいね改訂していきたいなと思っています。はい、なので何かねこういう風にね弾くのはどうとかねストロークでも、ポジションでもね何か思われたでしょうかね、あればぜひ教えてください。はい、では、こんな1週間のビログとなりました。それではまた来週よかったらご覧くださいね。それでは本日の楽譜情報です。ご視聴くださいましてありがとうございました。ウクレイチャンネルでは毎週木曜日夜アップの予定でいます。チャンネル登録やグッドボタン
コメントなどいただけましたら本当に嬉しいです。それではまた来週ご覧ください。